はい、どうもタンタンです。こちら、ウクレレジプシー清作さんのシグネチャーモデルですね。その中でもまあ一番まあ価格を抑えた、コストパフォーマンスを高くしたモデル、こちら AMT ですね。アフリカンマホガニーを使ったこちらのモデルでございます。ピックアップもついてなくて普通のアコースティックのウクレレとなっておりまして、今回このシリーズの中ではね、一番まあお求めやすい価格になっているモデルでございます。ただこちらの AMT のシリーズもね、全部でトータルでピックアップ付きも含めて30本かな限定だったので、まあ、このあたりもまあかなりもう予約の方とかも含めて、ね、非常に順調にさばけていっておりますので、残り湯の方はかなり少なくなってきているかなと思います。ホンジュラスマホガニーのモデルもこの清作さんのモデルあるんですけれども、そのそちらに比べるとアフリカンマホガニーの方がよりこうなんか音に迫力があるというか、音太めな音で、なんていうかな、ちょっと強い感じの音というか、こう一応一応音圧に関してはこっちの方があるんじゃないかなっていうぐらいの雰囲気ですね。本場の方がもうちょっとあのきらびやかなね、倍音成分が多いのかな、そんな感じでキラッとした部分があるんですけれども、それよりはこう素朴な感じで、しっかりと抜ける音っていうような印象ですかね。今回もこちらも限定モデルとなっておりますので、ただこのデカールなんかはあの本マホのモデルと全く一緒の、はい、モデルとなっております。こういった感じですね。ということでこちら、ウクレレジプシーモンゴル800の清作さんのモデルとなっております。ティキティキの AMT 清作モデルですね、はい、アフリカンマホガニを使ったこちらテナーサイズのシグネチャーモデルとなっております。ぜひ限定なのでお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。